QK33 をサー、NATO コードネーム SA-8 月光は、ソビエト連邦の短距離防空ミサイルである。1960年代に、最前線で陸上部隊の援護を行う機動性の高い、短距離対空ミサイルとして、陸、海空軍共用のシステムを目指して開発が始まった。開発過程で、システムの互換性は大きく失われたが、 陸上型は1971年に量産を開始。翌1972年にソ連陸軍への配備が始まった。QK33 の発射システムは、車体中央部の全周式ターレットに一体化した発射装置と管制装置が搭載された、自己完結性の高いシステムである。システムは、中央全部に目標追尾レーダー、左右にミサイル管制レーダーがあり、その後方に、 ミサイル発射装置、さらにその上部に回転式の目標捜索レーダーを搭載する。捜索レーダーは単独での回転が可能で、探知距離は 30km。目標追尾レーダーは、最大探知距離 25km、有効探知距離 20km の能力を有する。搭載車両は、リハチョフ記念工場傘下のブリャンスク自動車工場で、開発されたバズ -5937 である。 まずマイナス5937はオフロード走行を考慮して6輪駆動となっており、船型の車体は非武装だが浮き降可能で、水上移動はウォータージェットによって行う。搭載する地対空ミサイル QM33 は一段式の固形燃料ロケットで無線指令誘導方式で飛行するが ECM 対策用の光学追尾装置も有する。 目標が高速か低速かで、性能は変わるが、有効射程は1500から1万メートル、2000から6500メートル、有効射程は25から5000メートル、10から5000メートル、一両の QK33 に搭載するミサイルは、発射装置の6発のみであり、車内に予備弾は搭載しない。再装点は、同じバス百三十七をとに、開発した。 TZM 補給車両で行う TZM は32発の QM33 を搭載するソ連地上軍に大量に配備されたほか東欧のワルシャワ条約機構加盟国をはじめとする東側諸国にもまとまった数が輸出され現在でもシリアやヨルダンなど20カ国近くの軍隊で運用されている中東の複数の紛争や湾岸戦争で実戦に用いられたほか 南オセチア紛争では、ロシア陸軍とグルジア陸軍が互いに QK33 を用いている。生産は1998年に終了しているが、後継車両となる QK330 トールの生産、配備が進んでいないため、現在も多数が現役である。QK33 が使用する QM33 ミサイル。 画像は、改良型の QM33M3QK33 オーサー基本型。QK33M オーサー MQK33 の艦隊空ミサイルバージョン。q k 3 3 m にオーサー AK1975 年から部隊配備開始。ミサイル発射等が密閉型になっている。QK33M3 オーサーアカム最大射程 15km。 電波妨害に対処するために、優先誘導のミサイルを発射できる。ポーランド陸軍で運用される QK33 と TZM エースコンバットアサルトホライゾン SRN が使用する。フィクショナルトルーパーズエストビア連邦軍の対空車両として登場する。大戦略シリーズ、マーセナリーズ北朝鮮反乱軍の対空車両として登場する。マーセナリーズにワールドインフレームス。 PS2 班の未登場。ベネズエラ軍が使用。ジョージ・エドワード・イン。ザ・キューバン・インターベンション・イン・アンゴラ。1965の1991。フランク・キャス。ロンドン・ニューヨーク。2005。ISBN0 から415350158。P236 から237ハットロシアン。アーミー・エキップメント・ハット・ターグマン。アーミー・エキップメント。ありがとうございます。